はい、ということで現在の体重 58.6kg。 昨日どこまでいった？ 58.9 58.9 58.3。 ごめんなさい、ヒロです。ゴです。ということで、昨日どれだけ増やすか対決で僕が勝利しました。で、今回はどれだけ減らせるかで、最初の初期値が 58.6、57.4。 はい、1日だから、まあ多分これも限界、多分2キロぐらいだと思うんですよ。減らせる限界ってあると思うから、もう汗をかく、超猛烈変身をする、頭を使う、指を使う、そして寝る。寝たら太るんじゃない？旅に出るわ。じゃあ俺旅に出るな。うん、じゃあ出る。昨日ご飯をね、たくさん食べたんで、その分を出さないといけないから、ちょっと王将に行ってチャーハン食べてきました。もうそれ以外今日は一切食べない。でも朝はもう2回トイレ行ってます。でこれでもあとはもう汗をかいて痩せていくっていうところでいきたいと思います。スイッチ。いけるなこれ。よっしゃ、10kg。こんなもう久しぶりに滝のような汗をかいてるんですけど、こんなだって運動することないじゃん。であとこのタートルネック、これミスった。これ完全にミス。31分、10kg 完走しました。31分はならなかったね。30分ちょっとオーバーしちゃったけど、いろいろ調べてて分かったんですけど、1日でこう体重を落とすには、脂肪を落とすのはもう無理なんですよね。だからあとは何をするかっていうと、体の水分を出すってことなんで、まあだからサウナとか、まあ半身浴とか走るのがね一番いいっていうことで、たくさん走って汗かいてこう水分を出すみたいな、そういう感じ でさっきから何も、食べたり飲んだりしてないんで、このまま12時まで行っちゃいたいと思います。急ピッチでスピード上げて12キロで走ったんですけど、それ風呂ももう沸かしちゃって、今からのお風呂で発汗したいんで5キロで食べたいと思います。いや、めちゃくちゃ汗かいたね。こんだけ汗かいたらかなり減ってるんじゃないかなと思います。こう走ってます。もうちょっと走ってる。オッケー。いい感じにね、かなり汗もかいたんじゃないかなと思います。すごい代謝がいいからね、すごい汗かくんだね。はい、ということで残り15分ぐらいしかないんですけど、ここで半身浴してたっぷり汗をねかいていきたいと思います。ダイエットっていうよりはなんかボクサーの減量みたいな感じで1日できたと思います。ということでこの後の測定にね臨みたいと思います。はい、ということで12時1分ね、ちょっと過ぎてしまったんですけども、終わりました。完食した？あ、食べてない。最初のだから王将のチャーハンだけで、もうそれは全部出したから。うん、俺これ食べとったけど大丈夫かな。まあ結果は結果も数字で目に見えたもので現れるんで、これからねまた測定していきたいと思います。怖い。初期値が 58.6 で、高が 58.3 で、あ、やべえ倒れそう。これも終わったらもう12時過ぎてるけど、もうご飯食べに行くからね。じゃあコウが先に乗るみたいですけど、58.3kg からどれだけ変わったのかお願いします。おい、ずる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 、それはずるよお前。いきます。結構運命の瞬間だよこれ。はい、さあどうだ。56.9。え、ちょっと待って、1.4 でしょ。増やしたの 1.5 じゃなかった？ 56.6 ぐらいは行きたい。 OK、 じゃあ目標 56.6。 せーの、さあどうだ。おお、行ったよ。ちょうど2キロだ。やったよー、やったよー。もう食べずに、じゃあそうで、トイレ6回行けば
こんだけなるんだ。15キロぐらい走んなきゃいけないけど。なります。そう、15キロ、そうだね。1日で、2キロ減らせるってことだ。じゃあ、3日で6キロ。いや、その感じではないんじゃない？